だからな、マルル。もうそんぐらいでいいってばよ。ああ、ダメですよ。じっとしててください、シマシマさん。あ、いや、その…シマシマさんの毛づくろいをしているのですよ。シマシマさん、めんどくさがりだから伸ばしたままいつもほっぽっとくんです。だからマルルーがきちんと手入れしてあげてるのですよ。別に俺はこのままで構やしねえんだがよ。ダメなのです。せっかくの綺麗なたてがみがもったいないですよ。もう少しで終わりますからじっとしていてください。いやね、いらっしゃい。何かご用ですか？そう言われてみるとそうかもしれませんね。帝国軍たちが島に来て以来、私は神経質になって見回りばかりしていましたからね。今はあなたのおかげで少しは気持ちにゆとりができましたよ。天使たちの間に伝わる昔のリーンバームのいろいろなお話です。私たちの世界に伝わるものとは少しずつ違っていて面白いんですよ。あなたたちの世界でいう北条の天使の物語などがいい例でしょうかね。あなたたちの世界ではそう伝わっていますが、我々の間では彼女は罪人とされるんです。恋した男を守るためにエルゴに逆らった最初の堕天使なのだと伝わっているんです。でもフレイズにとっては憧れのお方なんだよね。ええ、まあエルゴに逆らってまで人間への愛を貫いたという強さには憧れます。力尽きた彼女の魂は今もまだこの世界をさまよっていると伝わっていますが、できることならいつかお目にかかりたいものですよ。きっと素晴らしいお話が聞けるでしょう。そうですね。昔のフォトディスクをちょっとね。そうよ、マスターたちがまだ生きていた頃記録しておいた画像。辛くなるから二度と見ないでおこうと思っていたんだけど、懐かしくなっちゃってつい再生しちゃった。そっぽを向いてるのが若い頃のヤッファね。その隣がリクトよ。ええ、あの子は本当に父親によく似てるわ。昔の私よ。当時は髪の毛を短くしていたから。
ハイネルコープス、この島の管理責任者で私たちのマスター、私が好きだった人。ほら、みんなも言っていた通り、あなたに似ているでしょ。見た目の話じゃないわ。ほら、この表情。子供たちに囲まれて困った時のあなたにそっくりだわ。ええ、とても優しくて温かい眼差し、本当に。まだ杖は必要ですが、常人よりもずっと回復は進んでいます。暗殺者として過酷な日々を過ごしてきた賜物でしょうね。おそらくいつもの場所に出かけていると思いますが。これよ。役に立たなくなって打ち捨てられたまま雨ざらしになって朽ちていく今の私と同じね。本当のことだもの。怪我が治ったところで今さら組織に戻ることはできない。裏切り者の烙印を押されて処分されるだけでしょうね。それしか他に世界を知らないから。物心ついた時にはナイフを持って人の殺し方を教わってた。標的に見立てた人形の急所にうまく突き刺せたら褒めてもらえて、その時だけもらえる甘いキャンディーが楽しみだったわ。心より先に体から大人になって、気づいた時にはもう組織の部品になってた。その名前も本当のものじゃないわ。素性が割れないように組織が与えたものよ。私という存在を形作るものは全て組織から与えられたものばかり。選択肢なんてないの。今までも、そしてこれからも。そんなことないなんて安易に否定させない。私は独者のようにしたたかにはなれない。追っ手の影に怯えてまで檻から飛び出す勇気はない。囚われのままでも生きる場所さえあればそれでよかったのよ。責任なこと言わないで。あなたの言った通りだったわね。私たちとは正反対よ。眩しすぎるくらいに。
お前か。美女の墓だ。あんな奴でも一応仲間だったからな。鬼姫とやらに教わった。ここは戦死者たちを忘れぬための場所だというからな。片隅を借りたんだ。他の部下たちの隣ではさすがに居心地も悪かろうしな。ああ構わん。こうなっては奴も突っかかるわけにはいかんだろうしな。奴もな、もともとはあんな男じゃなかったらしい。旧王国との小競り合いで捕虜になってな。ひどい扱いを受けて救出された時には人が変わってしまっていたんだそうだ。顔の入れ墨、あれはその時に受けた火傷を隠すためのものらしい。卑怯な戦い方ばかりを繰り返して上官から毛嫌いされ、あちこち舞台を流れて。ああ、やってきた行為は人として褒められたものではないが、やつもある意味では戦争の犠牲者と言っていいのかもしれん。だからせめてな。平和じゃの。このように縁側でのんびりと茶をすするなど少し前には思いもしませんでした。本人の、まあそうじゃな。アクセクしても今は仕方がありませんよ。イスラの出方を待って動くのが今の我々にとって最良の手段です。それまではこうして英気を養っておくのも悪くはないでしょう。何ですか、お二人ともそんなに目を丸くして。いや、そなたの口からそういう言葉が聞けるとは思いもせなんだからつい。そうですか。それだけそなたも落ち着きが出てきたということじゃな。どうじゃ、落ち着きついでにそろそろ身を固めてみる気はないか。守るべき家庭を持ってこそ一人前の男というものじゃ。気のある娘の一人くらいおらんのか。なことならばわらわがやってもよいぞ。自分にはまだそういうことは早すぎると思われるのですが。やれやれ、そっちの方面が苦手なのは相変わらずのようじゃの。情けない。そういう三隅様の方こそどうなんですか。何を言い出すのじゃ。いきなり。あなたはまだお若い。もう一度ご自分の幸せを考えてみるべきと自分は思います。リクト様も分かってくださるはずです、きっと。いや、しかしそれよりもそなたが幸せになるのが。いえ、断じて三隅様の方が先にお幸せに。